三股蓮華岳は飛騨山脈にある標高2841メートルの山。古くは立山72方の一つに数えられてきた。山域は中部山岳国立公園に指定されている。日本三百名山に選定されている。三股蓮華岳はほぼ飛騨山脈の中央部に位置する。比較的なだらかな山陽で東側に建国地形があり。 高山植物が咲き乱れるお花畑の豊富な山として知られる。とりわけスゴロク岳との間の巻き道は花が豊富である。中世代の下工戦力岩からなる山である。現在の三又蓮華岳は明治の登山黎明期までは和芝岳であり、現在の和芝岳は東和芝岳あるいは竜意県が岳と呼ばれていた。戦国時代末期以後の加賀半政時代より、 日ダ山脈の大半は、加賀藩の奥山周りによって調査され、山名や地形が詳細な絵図に記録されていた。特にこの現在の三つ俣蓮華岳付近は、加賀藩政時代は三国境としての重要地点で、詳細に調査されていた。ところが1九百十年に、日本山岳会の小島薄いと、高藤陣兵衛が、上高地の上城下門寺を案内人として、新州方面から登山したとき、 彼らにとってこの三一期は、諸女地であった。この時三つ股蓮華岳について、越中側での呼び名を知らなかった、案内人の家門次に、飛騨の漁師が、この山で熊を射止めた。そうして、熊の線のつもりで、俗称蓮華単語を腹から引き出して食ったので、新州の漁師たちがあざけ笑って蓮華ハミの竹と言ったのを略して、蓮華と呼んでいると説明された。 当時の参謀本部陸地測量部の5万分の1、地形図では従来の越中側の3名を踏襲して和芝岳と記されていた。そこで日本山岳会の面々は陸地測量部に調査不十分であると地形図の訂正を強く求めた。その結果1930年の修正版で改定されて現在に至っている。槍ヶ岳から望む三つ連家岳周辺の 山折り実の登山口から槍ヶ岳への西銀座ダイヤモンドコースルート上にある。1956年9月に開設された湯又温泉から三つ山荘までの伊東新道は荒廃して通行困難となっている。周辺には以下の山小屋があり、キャンプ指定地がある。東斜面のカールの鉱山植物の大群落山頂付近は森林限界の廃末帯で、 登山道周辺では、以下の鉱山植物が見られる。黒部川源流部と三股蓮華岳が像ーミ下奥、左エリアに近接する三つ股蓮華岳。黒部川源東部をなす。槍穂高連峰から続く狩猟線は、ここが起点となり、後ろ縦山連峰と縦山連峰に分かれる。長野県、岐阜県、富山県の三県の境の山でもある。以下の源流となる河川は、 日本海へ流れる。三つ又連下岳からの眺望を表示するには、右の、表示をクリックしてください。薬師岳、雲の平奥、第日岳、祖父岳、剣岳、立山、随章岳、割茂岳、芝岳、三つ又連下岳からの眺望北、ね、北釜尾根槍ヶ岳、大場見岳、中岳、南岳、手前は洋岳と西釜尾根ありがとうございます。